ほら、調査しろとまたこうだもん。じゃあこっちの道もよ。イオン5キロ。5キロでもイオン行くんだな。5キロじゃ行くよ。近いよ。近いよな。現在ライブに。5キロだったらそれこそデカの乗ってる。あそこも電気でせいじゃん。5キロだったらあの電気の。うん。ちっちゃいで。あら往復できる。うん。充電しておけば。うん。行って帰ってこれる。うん。でまたソケット繋いでおけばいい。うん、だからバッテリーでしょ。うん。だから外れるでしょ、カチャって。そう、だから。バッテリー外してほら。このアレンジもそうだけどね。バイクは表置いてて、うん、バッテリーだけ外して、ソケット繋いでおけば。うん、トレーテルソンのギターも、カリンの歌も、自転車と同じで。うん、そういうなんか、うん、感じだったわって。だから自転車、バッテリーつけっぱなしにしておくから、盗まれるんだもん、バッテリーを。うん、売れるから。うん、だって、電動自転車持ってるらバッテリー安く買えれば買っとくもの。予備で、うん、で交代番号で、うん、出すだね、うん、使えるように。予備バッテリーはね、基本だもん。うん、だから。発電しないんだもん。バイクだとそうでしょ。あれはテレビだからやってるけどさ、うん、もし自分で持ってれば予備バッテリーいつも持ってるんでしょ、うん、持ってるよ、充電して、うん、それで打ち返したら2つやっとくよな、うん、そうそう充電、うん、で満タンに消費税出かけるんでしょ、うん、そしたらちょっとぐらいは大丈夫だから、10キロぐらい走ってもさ、予備あれば。こんな街の中で買ってる、路地で上がってんだもん。チャリ大丈夫だよ、うん、ここだけ走ってるわけにいかない、うん、いやこんだけの目でもチャリどっかに転がってるはずだもん、上にこの1台あればね、うん、1台ぐらいはね、うん、
信が、写真がかかるし、あの、いいだからずっと、あの、年下まで行くとずっと、正直か、から行くと、全然強かったと、駆け引きで。そういうけどやっぱり電車だから70、80は出すでしょ。出すよ。なんだよ、なかなか曲がんないね。いつ曲がんない、いつ曲がんないよ。俺はそこのコンビニに入るのかと思った。これか。俺そのコンビニ入るのと違うよ、うん、早かったからよ、まあいいことだけど、早めに出すってことは。気をつけろよ、前とこんでしょ。いきなり出すよりもさ、いつまがんない、いつまがんない、うん、あー、この街の中、これ雪降ったら大変だな、うん、道路狭いから。雪来たよね、でもいいね。雪来たことある、雪の中で、うん、なんか、ババアがなんか20キロで出さすよ、うん、なんだよ、と思って。でも、ヨンクダが雪降るんだろ、きっと。降るんだろ、普段からよ。だってこれだけヨンクダも、ホンダさんでヨンク買ってるもんね。え、これ続きだよ。鈴木か、ホンダじゃねえか。格好がホンダに似てたからホンダかと思った。いや、ホンダと競争してるやつだ、うん、バックランプもピタッつけて、うん、このタイプはパッとしねえ、うん、次のホンダちゃんパッとしねえ、うん、バックカメラもついてる。
あ、奥も開いてんだ。あっちはダメだ、開いてんだ、開いてんだ。天井低い、うん、ここでいいじゃん。ここでいいか。ここ前出てる、こう繰り返して、うん、あの向き入ってる。あ、分かってる。ここで。メッキ変えて。ダメだ。切り返しが逆だよ。逆だった。頭はもこえ持ってこっちケツ入れて。こういうこと。雑なんでしょ。はい。でも赤い方も手がいいから上も手が、あいつも広いから。ここで家空いてるから。いいか。金か。入り口がどこなんだ。入り口です。ここ。入り口。だから。違う入り口あっち向こうぐるぐると待ってくれ、うん、中心の方が。